話題のトピックをご紹介させていただきます。詳細はこちら。道重さゆみ、ヌードヒロー、ヘアが極端に薄い、ツルツルヌード、写真集を出版、芸能活動再開で、画像あり。とにかく見てもらいましょう。彼女は、14年11月26日のコンサートをもってモームスを卒業し、無期限休業に入っていました。しかし10月2日、約2年ぶりに突然ブログを更新し、皆さん、お久しぶりです。更新、してみた、と書き込み、ファンを騒然とさせたのです。同月12日にも、ちなみに、偽物じゃないですよ、と、執筆者は本人であると強調。書き込み再開は、復帰に向けて世間の反応を見る観測気球と言えます。実際は、当時、ガキ処女、と言われた道重だけに、男遊びをしたいという願望が抑えられなくなったのが本音でした。しかし、2年近く休業してもいい男が見つからなかったこともあり、再び芸能界への復帰願望が強まってきたのです。11月末前後か、年末年始頃も芸能界復帰が決定したようです。卒業寸前には、大阪を中心に活動する男性ユニットの無名メンバーと噂になったこともあり、彼との交際が休業理由とも見られていましたが、結局、成就せず、今も処女を保っている可能性が濃厚です。芸能界復帰後は、毒舌イメージは残しつつ、セクシー処女、路線で女優道に本腰を入れるようですよ。身長160センチ、バスト82、ウエスト58、ヒップ83という、妹系、ロリボディ。胸は C カップと豊村利きではないものの、綺麗な乳首ともっぱらの噂。また、メンバーの間では道重の下半身ヘアは極端に薄いことで有名でした。最近、このような、妹系、ボディは大人気で、彼女が出版関係者の間で、最も脱がせたいアイドル、の筆頭格なのです。道重自身、これだけ長期休業して、何も、お土産、もなしに戻れるとは当然、思ってはいない。すでに一部出版社と、ツルツルヌード、写真集を出版する話が水面下で始まったようです。これはいい感じですね。